海と星の聖母像、スリーマ教会、マルタ海の星の聖母あるいはステラ・マリスの聖母とは、聖母、マリア、イエス・キリストの母、マリアの古来の呼び名である。この呼び名はマリアが、キリスト者の希望の印、導きの星としての役割を強調してきた。特に異邦人には、旧約のイスラエルを、比喩的に海と言い,い、それは、海岸線の向こうの人々という意味であった。いわば、 政治社会や宗教的なイスラエルの境界線だった。この呼び名のもと、聖母マリアは海を旅する人や海で生計を立てる人たちの案内人、そして保護者として神と人間を仲裁するものと信じられている。聖母のこの面が海の星の呼び名は、航海によるカトリック宣教や船員士牧、そして多くの海岸戦争の境界に使われている。 この古来の聖母数形の呼び名は、カトリックの世界で一般的である。奇跡の海と星の聖母像聖母大聖堂、オランダで最も重要な大聖堂、マリスステラ海の星とは、コグマザアルファ星または北極星、その他様々な名前で呼ばれている。その理由はこの星が、古から海上で、天速広報に使われてきたからである。これは、聖ヒエロニムスが、 エウセビオスの書いた本をギリシア語からラテン語に訳した際に聖母マリアにあてた呼び名であり、実際は翻訳ミスであるとする意見もある。それはヘブライ語のミリアムは海の雫という意味であり、それを聖ヒエロニムスが海の星と訳したとするものである。しかし、その後の写本で海の星は引き継がれ、そしてこれが広まったとされる。 パスカシウス・ラドベルトゥスは旧世紀に、海の星の聖母はキリストへの道を我々が、海の嵐に揺られる、波の中で転覆しないようにフォローするガイドとして、記している。その時代の成果にアベマリス・ステラがあり、それが一般化していった。十二世紀になるとセ聖ベルナルドは、誘惑の気配が起こるならば、の中に次のように書いている。もし、あなたが困難の、岩に翻弄されるなら、 あの星を見て、聖母を呼びなさい。あなたが誇り、野望、敵意、競争心の波に投げられるならば、あの星を見て、聖母を呼びなさいあなたが、怒らなければならぬとき、貪欲にならねばならぬときに、肉体的な欲求があなたの魂の脆い船を激しく攻撃したら、あの星を見て、聖母を呼びなさい。強皇ピュース7世は快直に聖ベルナルドの文章を引用して、 次のように書いている。この聖母は海の星を意味している。これは見事に聖母に適している。光が星の明るさを減らさないで、そして彼女の産んだ巫女も聖母の諸女性の美しさを曇らせなかった。聖母が海の旅人たちの保護者という考え方は、海の星の海岸戦争のカトリック教会、漁業組合を海の星の聖母への信仰に導き、多くの教会や学校、 大学が海の星、海星の名前で聖母に捧げられた。ステラ・マリス修道院、カルメル修道会が設立した修道院は13世紀の初期にイスラエルのカルメル山に建てられている。この修道院は何度も破壊されたが修道院の指導者たちが再建したものである。この聖母の海の星という呼び名への信仰は人気のあるカトリック聖歌、ヘイル・クイーン・オブ・ヘイブン。 ザオーシャンスターやアベニウマリスステラにつながっていった。海の使徒は長年にわたって海の星の聖母への信仰を続けている。その記念はミサ毎年9月25日に行われ、すべての聖員のために祈って世界貿易への彼らの貢献のために聖母に感謝を捧げる日である。ありがとうございます。